前回のカツグラ、昨日はみんなが待ちに待ったクリスマス、何をするのかというと、やっぱりプレゼントボックスだろ。そんなわけでプレゼントを探しに行く旅、道中いろいろあったけど、なんとかして宝箱をゲット。よし、今年も残りもうわずか、楽しく過ごすぞ。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。いやー、昨日は皆さんいろんなドラマがあっただろう。幸せだった人、いろいろね、悲しかった人、いろんなクリスマスがあると思う。まあ、みんな何があったかわかんないけど、今年もう少しだけだ、楽しく行こうな、一週間。ほんで、まあ、米の方でもね、生きる声さん、最近彼女に振られて辛いですと、一緒に楽しくないなど言われて泣きそうになりました。慰めてください。俺も全く同じこと言われたことある。泣きそうっていうか、俺泣いたよ男だけど泣いちゃったよ、もうあるよな、言われるよな、みんなそういうことな、好きじゃないとか楽しくないとかな、まあ、仕方ないことさ。振られたってことはまた次に進むことができるからよ、頑張ろうな、絶対幸せになれるよ、いい未来が待ってるはず。ほんでな、本日はあの企画だ。あの、先日ハードモードだったらこの装備のなんか確率が変わるとかってなんか言われて、本当かなって言ったらね、結構みんながコメしてくれて、じゃじゃんと、これですよ。まず装備付きゾンビが出てくるのが 18% あるんだけど、なんかいろいろ、あの、満月の時は最大のパーセンテージ与える、まあどんだけか知らないけど。で、ダイヤ装備が 0.05% って書いてあるの。だから前手に入れた時ってすっごいすごいレアだったと思うんですよ。ほんで本日なんとかね、満月までね、まあちょっと待機してたいなと思うんだけど、今いかんせん鉄不足も激しいからね、少しずつ貯めていこう。あ、そうだそうだ、これ忘れてたわ。わざわざ丁寧に浜のっていいの置き土産だ、これ。毎回少しずつ整理整頓していこう。いや、でも結構素材増えてきたなぁ。いやー、これいつかね、足りんくなるかもしれん。ちょっと鉄をね、削りに行きたい気もするんだけど、まだちょい待てかな、これ。なんかしてる間にね、もう火暮れてしまいそうだから、あ、今ちょっと、たまには、あっちだね。こっちも、あー、ちょっと待て。今こっちに、この村の中心地となり得る、こんなものができちゃったから、やっぱこっち側だよな。広げるという意味でも木材をね、ちょっとあのカットしていこうかと思います。あ、いいっすね、いいっすね。こんなもんけ。あ、ただあんまりやりすぎるとあれだな。今この武器でもある斧が、あの、鉄不足によってまずい気もせんでもないんだ、これ。ちょっと待って、武器も多めに持っとこう。次満月だったらね、もうバトル開始になっちゃうから。あ、まだ斧あるわ。あ、遊んで盾の、やーべ、肝心の盾がない。何、今日のツケ何なんだろう。マジぞ。あ、スコップある、スコップ。飛び道具大戦ぐらいつけとくか。いや、もうゴージャスに装備を整えていかないと。レギンスも一応履いておこう。なんだろうこれ。まあいいんだけど、捨てねえか、鉄。お、なんだあのツケは。満月ではないよな、あれ。終わった。え？左に流れてる。ちょっと待って。待って、これ満月の翌日じゃねえかよ、これ。全然ほど遠いじゃねえか、これ。満月に。ちょっと待ってよ。いや、全然ほど遠いんだけど、これ。よいしょ。あー、遅れたー。いや、わかりました、今。周期があって7日ですよ。いや7日ちょっと長いな、これさすがに。ちょっと待て。ほな、装備物運がうんたらなんて、またね、これ今度の企画ですよ。やっぱ今日はね、鉄企画でございますね。いや、もう年内にこの素材不足解消していこうという、そういう回でございます。というわけで、洞窟探検はもう今年最後になりそうだな。しっかりこれ持ってくか、女の。で、余計なもんはもう預けちゃって。あ、ちょうど行きたかったとこあったからな、そこ行ってみよう。よいしょ。さあ、いざ行こう。え、待て、塞がれてる。ちょっと待って。こんでいいか。待って、こんなにもいらねえから。成仏。オッケー、ゴミ箱装置もいい加減。あ、ほんといい建築だな。さあ、行ってきやす。わー、この道もなんだかんだで良くなった。やっぱね、この水中の中の水中もね、綺麗にやっていきたいよね。ほんで、あとはこっちの奥の方だな。さあ、ようやく使う時が出てきましたね。
ここでピッてやるとほらいい感じ、あー濡れずに入ることができた。さあ久々の橋村でございますよ。みんな元気やってたかな。あこれちゃんとなんかいろいろ言われるやつはちゃんとやらんと。ちゃんと草生えたんだね、ここ。この橋村にもさ。あー綺麗になってる、なってる。こっちの方の道はそんないらない感じがするな。普通の土に張り替えといてあげよう。これをするのもやっぱね私の役目だからね。ここら辺の綺麗な整地も。ほんで土を入れ替えるだけ。オッケー。あーやべえ、これは間違えた。今これインクリックするとこやった。早速ちょっと行ってこようかしら。どこ行くのかというと、あの下にね、あのあるんですよこれ洞窟が、村の下に。あっこだっこ。このままじゃあ村人がうかうか生活できないだろ。だから俺が攻略してくる。というわけで早速行ってこよう。ちょっと待って、完全に余計なもん今持ってんなこれ。なんで手綱持ってきてんだ俺。待って、預けてくる。アイテムパンパンにして帰るから。ほい、とりあえずこんなもんでいいよな。いや非常食でリンゴ、とりあえずご飯ちょっと少なめだった今回。こんでオッケーか。オッケー、よーし、では行ってくる。レッツゴー。ゾンビ止め。さーて、おー、まだまだ入ってないとこがいっぱいあんな。えい、どうだ。あー危ない危ない、こんなとこマグマなんて。ほらみんなが悲しむだろう。よし、うんなら、まだまだ石炭などもね、これ交易で、なんかもらえるからさ。エメラルド、これも一応集めていこう。建築に使うこともあるからね。意外にね、こういった村の地下ってすっごい洞窟がね、広がってることあるから。そう、期待。うわ、ちょっと、あ、ちょっと、あ、そう、立てねえんだ俺。ん？なんか声がする、こっちから。近い近い。あれ見えた？あ、繋がった繋がった。はいはい、オッケークリア。えい、これさっきの洞窟繋がるのかな、もしかすると。いや違うわ。あ、じゃあようやく鉄まった。盾作ろう盾。1スタック集めて買いたいな今回も。オッケー。な、ちょっと地下深くじゃなくて、あ、いいよ。盾作ろう盾。それまでしたちょっと攻略してくるから。おい、順調順調。鉄めっちゃある。オッケーオッケー。まず盾、鶴橋よし、込んでいいか。よしな、潜り直すぞ下の方に。待ってろ金銀財宝よ。えい、あ、行き止まり。くっそー、あ、こういうこともあるよな。いや、なんでもうまくいくと思ったら大間違いなんだ。まだあっちの方道あったからね。あっちが繋がらないとこの洞窟のね、村の下探検終わるぞ。あ、よかった、スケさんの音はする。あ、終わった。待って、終わったよー、マジかー。まあ村の地下はこれで安全に守られたっていうとね、聞こえはいいんだけどね。うん、馬の音とかも聞こえるから絶対そうだわ。待って、さっきのとこなんか音、他の音聞こえないかな。うん、何も音しない。うん、本当に何もないってことだな。でも廃校とかあってもおかしくないんだけどな。そろそろちょっと上の村が心配だから早めに寝よう。うわ、めっちゃ湧いてるわ。あれ？え、あれが満月じゃね？あれ、満月っぽく見えない？え、あれ満月じゃね？一旦寝よう、朝方に寝よう。はあ、よく寝た。いや、もう今回はもうあれですよね、洞窟探検の回ですから。もう燃えてる燃えてる燃えてる。オーケー、成仏。近場のとこ行ってみよっかな。そりゃ冒険も周りもね、あんまり見てないから、まだまだね、これなんかあるかもしんないですよ。スケルトンの音がすんの。完全この下にあるよな。とか入れる場所ない？あった。オッケー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 。はい、いいよ。適当な成仏。ほんでこいつも弱ってるから、よし、計画的爆破。それは OK だよな、計画的爆破はな。わ、本当にいいかもしんないここ。あ、そういえばまだ米読みコメント来てたから、そっちも読んでこうか。あー、ゆっくりクローバーさんありがとうございます。カズさんの動画の見方、前回のカズクラで前編の本編を知るで20秒、案件答えてコメント、背景にコメントを見る、見終わったらカズの声探し、動画終了。おい、下いっぱいいるじゃねえかよ、なんか同じことをしてるとかよ。もう知ってる。
みんなそれネタってこと。多分取り上げられなくてやってるんだよな、この米に。あ、取り上げちゃった。みんないつもね、嘘でもいいから思ってもないことをコメントしてくれてありがとう。みんながずっと見てるの俺知ってっから。まだ1スタックも手に入れてないの。まだだな。あ、ラッピちゃんラズリーまで欲しい欲しい。あ、相当深く来てるぞこれ。あ、20、あ、これもうダイヤモンドの深さまで来るぞこれ。休憩タイムしてこよう。まあ、休憩休憩。掘って隠れる隠れる。オッケー。ちょっとお茶休憩してきますよ。あー、ただいま。なんかまずそうな音しかしない。溜まってる溜まってる。はい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 、はやはやはや。ありゃ。おやおや。ほっ。いや。いや。靴靴靴。よいしょ。いや、ほんと見つからないもんですよね。それでこそダイヤモンドはいい。あっ、やったー。忘れた頃にやってくるダイヤモンドは。あ、よかったよかった。ちょっといらんもん、ちょっとジョブさせて。オッケー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 。よし、ではちょっとまずこの周りチェックしていきましょう。マグマがあるあるだからね、このダイヤモンドの近くって。オッケーオッケー、ナイスナイス。いや結構、え、 8ブロック歩くない？これこっちは下の方大丈夫か？オッケー、では行きますか。ダイヤモンドは何個になるのか、スタート。よし、綺麗に8個。てか8個しかなんねえのかな、あの幸運とかついてないとね、エンチャント。はい、とまあ本日はこんな感じで終わりましょう。いやもうね、今年最後の冒険も終わりました、無事に。あとはこれを無事持って帰って、もう建築とか、まあ、いろんなことするだけだよな。いや、浜野ってがね、いい建築してくれたからさ、俺もちょっとそれ負けないように村を盛り上げていきたいなと思います。それでは本日はこんなところでまたお会いしましょう。バイ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 キーン。